スメラギの地下基地最深部、これで全てが終わる。俺の復讐もマイナーズたちの苦しみも管理 AI デマーゼル、全ての元凶は奴だ。妹をあんな姿に変え、幾十年も捕らえ続けた元凶を俺は許さない。全ての元凶デマーゼル、スメラギの管理コンピュータだが何だか知らんが、その元凶俺が倒滅する。またか。どけ、貴様らに構っている暇はない。決まった！最強コンビネーション！
アシモフ、なぜ貴様がここに。アシモフって確か大昔にアキラ君と戦った、かつて存在したテロ組織の頭目、スメラギと敵対していた雷撃のセプティマホルダーだ。ある日を境に名を聞かなくなったが、まさか生きていたとはな。こちらこそ、貴様が生きていたとはとんだサプライズだよ。こんな場所まで来たリワードだ。特別にいいことを教えてやる。スメラギの管理 AI デマーゼ、あれは私のことだ。 AI？ 貴様が？ AI ということにしておいた方が何かと都合がいいんだ。かつてのスメラギがサイバーディーバをそう偽っていたようにな。なるほどな。表向きはマイナースとの融和を掲げていたスメラギが突然異種替えをするわけだ。敵対勢力に丸ごと乗っ取られていたとはな。スメラギを手中に収めたことで世界は私の理想に大きく近づいた。時間はかかったが、あの日この手で殺めねばならなかったキングとクイーンのピース、雷撃能力者とサイバーディーバも代わりを調達できたことだしな。それブレイドとミチルちゃんのこと。ゲスが、妹もブレイドも貴様の駒ではない。今さらディスカッションをするつもりはない。異なる他者同士が分かり合うことなどないのだから。さあ始めようじゃないか。能力者と無能力者の、おっと、今はセプティマホルダーとマイナーズと呼ぶんだったか。相入れぬ両翼の代理戦争。貴様と会ってからどれだけ時が経ったと思っている。お互い100年以上前の人間が
闘士のまま生きているわけがないだろう。そこに考えが及ばないとは。そうか、貴様は長い年月で電子頭脳がエラーを起こしているな。道理で正気とは思えない世の中になるわけだ。月に吠えろ。人の強みに固執するゴールドエイジの異物よ。見るがいい。この姿こそ雷撃能力者として最も進化した究極の姿。私こそセプティマ・ホルダー全ての守護者電人エラーゾンだ。おとなしいアームド・ブルー旧時代の異物正常なる青き形で浄化進めよ。何が浄化だ。化け物風情が貴様のような化け物に。アキラ君！